金曜日18時になりました。こんばんは、西陣 YAP です。今日はね、はい、大きい人がいないですね。真ん中のね、はい、今川総一郎君がタンス着物レスキューなんですけども、はい、今日はゲスト、素敵なゲストをお呼びしております。どうぞ、はい、よろしくお願いします。佐藤七重と申します。佐藤さん、よろしくお願いします。まあ、タンスの着物っていうか、まだ一度もどれも着られてなくて、うん、これから着るときにどうしたらいいかなと思ってるものを持ってきたんですけど、うん、昔職場で一緒やった先輩にもらったものなんです。まあ、こういうものが合うよっていうアドバイスをもらえたら、ね、まあ、これからもっと自信持って着られるんじゃないかなと思ってます。何枚か譲ってくださった中の1枚なんですけど、うんうん、二十歳の時に記念であつらえたっておっしゃってて、これ、はい、うん、これ生地もね、しっかりした本当にちりめんのいいもんなんで、すごい高いね、これ一品やと思います、うん、はい、いいのいただけましたね、はいはい、ね、確かに。でもこう画面で見えてるかわからないですけど、こう紫地にね、結構鮮やかな配色の小物なんで、やっぱ二十歳とか、うんうん、若い時にあつらえられたっていう感じはしますよね。この、まあ、パッと見て可愛いっていうやつがですね、うん、今45歳になって、うん、着る時に可愛すぎないのかなっていうのが一番心配してるところで、はいはいはい、パッと見て可愛いっていうところと、うん、ここに私の顔が入るので、うん、まあ、その時に違和感がない45歳の可愛いになったらいいなと思ってます。そうですよね、はい、では普段この着物はどのように合わせようと思っておられたかっていうことなんですけれども、お聞きしてましたのはこちらの帯と、うん、こちらの帯をお聞きしております。はいはいはい、まあ、どちらも紡ぎ系の帯ですね、はい、テイスト的には、合っておりますが、そんなに違和感ないよね。ないよね、うん、リサイクルで、どちらもリサイクルで、うん、好きやなと思って買いました。うん、ただこれを我々 YAT がちょっとお料理させていただこうかなと思いますので、やっていきましょう。こういうやつをご用意いたしました。おー、ええやないですか。雪輪で元気な気、うん、黄色かわいいですね。黄色とか橙っぽいな、オレンジっぽい、まあ、それがこの紫とよく乗ってる、うん、元気な補色関係、はい、出た補色関係出た。でもほんま綺麗だね、うん、さっきはね、こう鮮やかな着物にちょっとこう年齢考えて渋い、はい、合わせたじゃないですか、はいはい、僕はね、なんかこうこの着物の雰囲気を壊さないように、はいはい、逆にね、帯も華やかにして、はい、着物と帯をこう戦わせるじゃないですけど、こうガチッとね、スクラム組ますんが好きなんですよ。そういう意味で180の提案としたら、こういうこの名古屋、綺麗でしょ。綺麗ですね、うん、こっちの黄色が見えてきますね、うん、全然年齢的にもまだまだいける。そうそう、柄、あとはね、その色も華やかなんですけど、柄がね、落ち着いてるでしょ、雪輪の柄でこういう風にね、はいはいはい、で、金揚げであるんで、色は割と華やかなんですけど、はい、柄とかを考えると落ち着いてますんで、はい、今のご年齢でも全然使えますし、まあ、柄と柄なんですけど、柄の大小があるんで、空間もね、ちゃんと空いてる、こういう無地場が空いてると、うん、余計色味を認識いただけると、はい、いいね、はい、まずはこちらで、はい、はいはい、あ、次に、はい、これは大場の名古屋帯、急須名古屋帯です。で、これまあ梅の柄なんですけどね、はい、まあ、季節はちょっと限られちゃうんですが、これもね、柄の大小があって、でちょっとこう手書き風にね、こう織りで表現してるもんなんで、まあ、こういう着物に合わすと綺麗ですし、まあ、白のね、帯っていうのはこう割と何でも乗りやすいんですよね。でこれやったら、この例えば地色、使われてる地色が2体とかね、はい、使われたりするんで、そういう意味ではこう親和性がある。なんか白とか黒は割と合わせやすいですね。柔らかみでね、うん、この白の中にいろんな色があるのも
たくさんこう賑やかで楽しくていいですね。そうですよね、はい、じゃあ同じ白の流れでちょっと透明感のあるこれ河原に雨の柄です、うん、こうするこれもまた共有前だなという合わせ方ですけど、うんうん、今日ものだなという合わせ方でだいぶ大人のスッキリ感が出ると思うんで、これやっとほんまにあの今の5年でまだ10歳、はい、20歳いけますよね、うん、小物がねあとちょっと綺麗な色が入っていくと、まあ、年代幅も分からないし、ね、シックなものいくと落ち着くので、うん、さっきと雰囲気変わりますけど、かわいい、うん、かわいい、さっきの安田さんの黄色はちょっとこうオレンジっていうか、ね、ダイダイっぽいんですけど、はいはい、これはもうまさに黄色の大葉の袋です。あ、ちょっとさっきのと比べられませんかね。さっきの同じ黄色でもね、こうあったかみのダイダイっぽいのと、こっちはこうレモンっぽいなんですね。はいはいはい、で、暖色と寒色で、はいはい、寒色の方がパキッとするんですね。そうですね、はい、だからこの着物をこうかっこよく、はい、パキッと帯も立たせて着るんやったら、こういう黄色を合わせられると綺麗ですね。この帯のたくさんのお花とこっちの着物のたくさんの花となんかどっちもあってこう楽しい感じがします。そうですよね。で同じ柄と柄なんですけど柄の大小もついてるし、はいはい、これで合わせたら綺麗ですよね。今日出た中では佐藤さんどれが良かったですか。これやったー。あ、そうそう、1個だけにしてもらって、はい、まず黄色が可愛いなっていうのと、こうやってたくさんの柄の中にこの大きなお花がたくさんあってこの柄オン柄が可愛いなと思いました。そうですね、うんうん、この柄はね、袋帯なんですけど左右がね、はい、こっちはこう梅でこっちはもみじなんです、うん、楓というか、はい、だから春秋両方使えるんですね。だから出し方によって変わるんですけど、こういう黄色の上にねこういう帯締めなんかしたら、あのいいですね。色彩はねいろいろ使ってるんですけども着物に使ってる色を帯締めに使ってるでしょ。だからこう色はガチャッとするんですけど、まあ、まとまりの見えた帯と着物のコーディネートになります。こういう帯締め合わせてぜひお出かけください。はい、はい、あ、かわいいですこれ。また佐藤さん似合いそうだね、うん、このキャラのね、うん、ぜひチャレンジしてみてください。はい、ありがとうございます、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。佐藤さん、タンス着物レスキューいかがでしたか。私すごい考えて帯とか持ってきたんですけど、うん、なんか他にどんな合うんやろうと思ってたんですけど、うん、いろいろ合わせてもらってなんかあんなん合うんやとかこんなん合うんやとかなんか可能性はまだまだあるなと思って、ね、ちょっと楽しくなりました。ありがとうございました。救われましたか。多分なんかこう私だけ先にさせてもらいましたけど、うん、絶対やりたい、やってほしいなっていう方いっぱいあると思うんで、お先ですっていう感じです。画面の奥でね。はい、ありがとうございます。今日ね、はい、残念ながら、180のビッグボス、はい、今川がお休みでしたけど、そうですね、本当に憧れの、うん、3人みたいなのを楽しみにしてたんですけども、純烈とちゃうやん。踊るよ。もう会える有名人会えてしまって、もう私絶対恨まれる。この間がおかしいな我々扱いが。もう会えてしまったなと思って今日はワクワクが止まりませんでしたけども、ゆっくりお願いします。またでも遊びに来てください。はい、ぜひ、はい、イベントやりましょう。はい、着物が好きという方、ぜひこの180のチャンネル登録をよろしくお願いします。また我々毎週、皆さんのコメントをいただいておりますけど、毎週読んでおりますので、コメントをまた参考に、動画を作らせていただきますので、皆さんどしどしコメントの方も、今回の部分でお寄せいただいたらありがたいです。以上、西陣から。西陣180でした。また来週。